Doppio Axel. Tutto atterraggio all'inizio del programma. Però un bel tre. ドリブルリップ、これは高さ流れともに良かったです。ドリブルリップ、高さがあります。後半にこのフリップを決めます。最後のジャンプです。トリプルフリップ、これを決めて飛びましたね。もう一度畳みかける。もう一ついきましょう。トリプルフリップ決めた。ここまで落ち着いてますね。練習の時から完璧のジャンプをこの本番でももちろん見せました。トリプルフリップ、これも決まった。スムーズ。シーズンは思うような試合がこうできるようになったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、滑っている表情を見ても明るい試合が増えましたので、このその中でのやはり一つ一つの要素がこれだけ綺麗にあの流れの中で決まったというのは、場内がどよめきましたね。ちょうどターンしたところで、はいはい、うまくいつものところに乗れずに転倒につながってしまった。リベンジといっても全日本選手権で上位3人に入れるかどうかもちょっと危ない中迎えたのが年末でしたからね。結果ももしかしたらこれ出ますからね。その結果遺憾ではもちろん母国韓国に